いや、前回でやはりあの新幹線を求めていくような金融情勢があのできればなと。日田市で先月県が開いた住民説明会担当者が東九州新幹線の必要性や建設に向けたプロセスなどを説明しました。 急線ルートにもかなり目があるんだなということをちょっと感触的に受けたので、わくわくしています下でも見えるんだと、新幹線が、そういう待望を子ども、孫の代にですね、繋げたいと東九州新幹線は、福岡市から大分市と宮崎市の東九州ルートを経由して、鹿児島市までを結ぼうという計画です。 このうち福岡市から大分市までについては小倉からの日報本線案と新都市からの九大本線案の2つのルート案で実現の可能性を探っています県が独自で行った調査では事業費は日報線案で8195億円の一方九大線案で 8, 億円また、費用対効果は日報線案が1.27倍、旧大線案が1.23倍と、とともに大差はないいいう結果が出ています地方創生の基盤となる重要な交通インフラと考えてますので、整備の議論を活性化する意味で、県としても両ルートを比較する調査を実施したと。 新幹線は地方活性化に一役買っているというデータもあります。一昨年9月に開業した西九州新幹線、長崎県と佐賀県での経済波及効果は、駅周辺の再開発やインフラなどの公共投資、宿泊施設の建設費などでおよそ1,736億円に上っています。 また9年前に金沢市まで延伸した北陸新幹線でも開業の1年後に678億円という推計が出ていますしかし実現へのハードルは低くはありません東九州新幹線は現在基本計画路線に位置づけられています実現には開業が前提となる整備計画路線へと 国に格上げしてもらう必要がありますが決定したとしても開業できるまでに北海道新幹線は32年西九州新幹線は35年もかかっているのです新幹線ができていいことばかりではありません並行して運行されている在来線が JR から経営分離される可能性があるんです 避けては通れない並行在来線の問題です過去の例では新幹線の開業によって JR は採算が見込めない路線や区間の運営を切り離す傾向にあります例えば九州新幹線が開業した八代駅から仙台駅の間の在来線は沿線の自治体が中心となって出資した第三セクターが運営を引き継ぎましたしかし特急列車は廃止 普通列車の運行本数も減るなどして、赤字経営が続いています。この問題は日田市の住民説明会でも、不安視する声が上がりました。圧倒的に人物金を動かすのは車社会ですから、地元負担っていうのがあると。ね、道路がいいのか、新幹線がいいのかなってのを作るから。ちょっとこう、そういったものはちょっと不安があるかなと 県はこうした負の側面も踏まえた上で東九州新幹線について県民とともに十分に考えていきたいと話さまざまな課題を含め県民の方の理解と気分の情勢が不可欠であると今後の整備計画路線の格上げの議論に東九州新幹線が遅れることのないよう議論を重ねていきたいと考えております。 期待の一方で課題もある東九州新幹線県は今後2つのルート案の沿線を中心に住民説明会を重ねる予定です。